では第6試合ベルター級1マッチ77キロ以下京太 VS 八須健太郎戦に出場される八須選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。今回初出場ということで、はい、明日に迫りましたがどんなお気持ちですか？正直出れるとも思ってなかったので明日出れるということで、まあ、すごく楽しみにしてますし盛り上げるつもりでいます。緊張とかもされずに？緊張はしておりますね。されてるんですね。なんか、はい、YouTube ではカットされてたんですが、はい、オーディション実際の会場ではかなり暴れ回ってた印象なんですけど、あの時も緊張されてますか？もちろんです。暴れ回ることで自分自身 の、 その緊張を抑えるというか、はい、まあ、でもその緊張がパワーに変わると思ってるんで、まあ、その緊張を常にパワーに変えて明日は頑張ります。もうインパクトで印象を残して本戦出場となったと思うんですけども、はい、相手の京太選手の印象とかありますか？正直ほとんど印象に残らない感じだったんですよね。というのも俺たち全カットされてるんで、まあ、スパーリングを僕先にさせていただいたんですけども、まあ、その後ちょっと見る機会もなかったので、まあ、ただ未公開シーンで動画を上げていただいたのでそれを拝見した印象としては、まあ、一般人ってことで僕はプロレスラーなんで明日はもうプロレスラーの力を思いっきり見せつけてやろうと思いますので瞬殺で終わります。 KO です。もちろんです。はい、楽しみにしています。はい、それでは最後に、明日の意気込みをカメラに向かってお願いします。はい、明日はプロレスラーの強さを見せつけてやろうと思います。京太さんの入れ墨に俺の胸毛を覆いかぶせるようにこの胸毛と筋肉で圧勝しますんで皆さんぜひ応援をよろしくお願いします。うわー！